ボナセラ、こんばんは。先日ここリミニの同じ場所ティベリオ橋にての昼間の動画を投稿させていただきましたが、今日は夜中0時に訪れてみました。橋にライティングされていて、昼間とは随分と感じが違います。ここはサンジュリアノというリミニの奥で、魚料理のレストランもたくさんあるので、夜19時から23時頃までは外にテーブルも並んでおり、多くの人で混雑していますが、今の時間は少し静かになってきました。考古学者ヴィットリオ・ガリアットによって1995年に作成されたリストによると、偉大なローマ帝国の古代の州全体に点在している基地のローマの橋は約900個あるとのことです。これらのローマ人の著名な建築は、良くも悪くも約2000年経った今もまだ健在に存在しております。これはパンを作っている工房です。夜中に作って、そして早朝5時ごろホテルだとかパン屋さんだとかいろんなところに運び出されるんです。これここから少し見えてます。このガラス窓にはフェデリコ・フェリーニ博物館って書かれてますが、多分中にフェデリコ・フェリーニの記念物など売ってるのかしら、置いてるんでしょうね。石畳でもとても歩きにくいというか、でこぼこしています。古い町。Vediamo quanto dura.